皆さんこんにちは。さあ今日もね、オズモアクションの便利なアイテムね、一つ紹介します。で、オズモアクションはですね、これ購入するとこんな感じで、本体付属のね、このケースっていうんですかね、この GoPro とかのね、付属品が使えるこのケースがついてくるんですが、このケースですね、ちょっとこれ使いにくいところがあって、横のこのサイドドアですかね、この SD カードとか、あと、充電とかするポートがね、これ、使うことができないのと、あと底面ですね、こちらバッテリーを取り外すときにね、いちいち、こんな感じでね、ケースから出さなければならないので、まあ、ちょっと面倒かなって思ったんですよね。で、そこで便利なね、ケースがありますので、今日はそちらをご紹介します。それがこちら、スモールリーグのオズモアクション用のケースです。それじゃあ早速ね、これが中どうなってるか詳しく見ていきましょうか。さあカメラを切り替えて詳しく見ていきましょうか。で、まずこのね、スモールリーグの、このケースなんですが、本体のね、外装は、全部これ金属アルミですかね。で、非常に、ね、質感が高いです。で、こちらね、重さですが、こっちのね、本体付属のプラスチックのやつですね、これが約 20g に対して、こちらは 76g ありました。なので、ね、ちょっとね、その重さっていうのは、付属のね、ケースよりかもあるので、あれですね、ジンバルとかに乗せるときはね、その辺と考慮しながら使わなければなりません。そしてね、本体これ見てください。上部にもこれね、サイドにも全部ネジ穴がね、切ってあるんですよね。でもちろん下部にも、しっかりね、ネジ穴が切ってあるので、カスタムですかね、いろんなスモールリングのね、製品いろいろ出てると思うんですが、これでコールドシューとかそういったものをね、非常にこうつけやすいっていうね、そういった、カスタム性の高い、製品になっています。で、本体ね、これ装着する場合なんですが、これ見えますかね、こんな感じでね、この六角レンチって、まあ、手回しもあるんですけど、六角レンチのね、このネジがついていまして、これを、両方こうキルキルと緩めて、これね、オズモポケットオズモアクションを、ね、装着するんですが、このネジがね、ちょっとこう癖物でして、片方だけこうくるくるくるって回ると、もう片方の方こうネジ、この山がね、これ斜めっちゃってんですよね。で、こうなると非常に力がね、いるので、もしね、これ回らなくなったら、これ本体付属の、このレンチで、六角レンチかな、はい、これを使って、回すことになります。レンチでくるくるっとこう回してあげると、はい、蓋を開けられます。これが結構ね、さっきも言ったんですけどね、曲線もんなんですよね。あ、ほら、今度こっちのね、ネジがちょっとおかしくね、なっちゃいましたね。だからね、これね、現地とかでこのケースをね、付け外しするのはね、結構難しいかもしれないです。念のためにこのレンチ持ってた方がいいですねで、はい、開きました。で、あとはね、これオズモアクションをこうスポット入れて、で閉じるだけなんですが、こう閉じる時もね、こう見えますかね、この上のね、この部分、ここをね、しっかり押さえながら、できればこう両方同じくらいね、力を入れながら回してあげないと、なかなかこのネジがね、入ってってくれないんですよね。ちょっとね、これはやりづらいっていうかね、いや、これできるのすごく僕あんま慣れてないんでね、ちょっとあれなんですけど、いや、ほら、今度こっちが回らなくなっちゃいました。こっちはね、それなりに回るんですけど、今度こっちが斜めっちゃってね、回らなくなっちゃったんで、この本体付属のこの六角でグッと力入れて回してやります。で、一回ね、しっかり山に入ってしまえば、こうくるくる手でね、回すことができるので、はい、その最初のこの山に、ね、このネジ山にね、この噛むところまでがね、結構大変だったり、します。で、こちらね、本当六角使えば めちゃくちゃがっちりテンションかけられるんですが、そうするとね、ちょっと今度どうなるかっていうと、ここの本体の液晶前のこのフレームですね、ここがね、液晶とぐーっとこう強く押ささってしまって、この保護フィルムとか貼ってる方でしたら、それが浮いてきてるんですよね。この、なんていうんですか、このケースのこの内側、ここのこの溝がこの液晶の保護フィルムの内側にどんどん入り込んでて、ギュッとこう強く圧迫されて、このケースだってフィルムがこうグーって、ね、浮いてきちゃうような現象が僕の場合あったので、ちょっとそこはね、気をつけてと使ってみてください。僕の場合ですね、これどこだったかな、健康かどこか の保護フィルムだったと思うんですけど、ガラスフィルムみたいな厚いフィルムだったら、もうさらにね、この、
フィルム浮きっていうのが出てくるかと思うので、こう閉めるときですね、この後ろ、ここのね、バックドア、ここね閉めるときは、そこまでね、あんま力強く締めずに手でね、回して止めるくらいに、してください。でどうですかこれね、ケースねはまるとかっこいいですよね。でこのね状態での重さが約 203g だったんで、結構重量感を、感じます。で本体ですね、こちら底面の方はですね、こんな感じで何もついてて、ネジ穴だけが、剥き出しの状態になってるんで、アルカスイスの互換のね、こういった、クイックリリースプレート、こういったものをつけることも、できます。ただし、クイックリリースプレートをこれね、つけてしまうと、おそらくね、どんな小さいプレートであろうとも、こんな感じでバッテリーボックスをね、完全に塞いでしまいます。で、このね、ケースの一番いいところは、バッテリーボックスを塞がないのと、側面ですね、この横のスライドドア、こちらをね、塞ぐことがないというところが、一番いいところなんで、この利点の一つであるね、この、バッテリーボックスを塞いでしまうってところは、まあ、少し難点としてね、これね、クイックリリースプレートつけると出てくるかもしれません。で、本体のこの GoPro 用のアクション用のマウンターですね、これも付属していきます。で、こちらもね、金属製で非常にね、質感は、高いです。ちょっとね、つけてみましょうか。はい、ということでね、GoPro 用のこのアクセサリー、このマウントね、つけてみました。本体はね、結構ガッチリついてるんで、そうそう簡単にね、外れてしまうことはありません。そしてね、やっぱ何よりここですよね。バッテリーボックスを塞がないので、こんな感じで、ね、素早く、バッテリーをね、抜き差しすることが、できます。この本体付属のね、この、ケースであればね、一回このケースからね、オズモアクションを外さなきゃならないんですが、このスモールリングのケースであれば、付けっぱなしの状態でね、すべてのドアにアクセスすることが、できます。やっぱりここが一番ね、ケースの一番の魅力かと思います。で、まあ、こちらね、本体全部にこうアクセサリー用の、ね、こうネジ穴も切ってあるんで、まあ、様々なオプションパーツもね、付けることもできそうです。で、こちらですね、さらに本体、この前の方にですね、こういった、丸いこの輪っかがありまして、これを付けてみると、はい、こんな感じで、このね、レンズの周りにこの枠がね、できました。で、これ何かというと、こちらですね、52mm の ND フィルターを、なんとね、取り付けることができます。で、この ND フィルターはね、まあ、各社いろんなメーカーから出てるんですが、今回この、K&F コンセプトのやつをね、付けてみます。可変 ND フィルターですね。はい、こんな感じで、カメラ用のね、ND フィルターをそのままポン付けできて、しまいます。これは結構ね、使い勝手が良くなるんじゃないでしょうかね。結構、オズモアクションに限らず、アクションカムってシャッタースピードがめちゃくちゃ速くなりがちじゃないですか。だから結構ね、シャッタースピードをこう制御して、ちょっとこう、残像感のある映像を撮りたいとかね、あと、まあ、タイムラプスとかでね、こう、シャッタースピードを制御したいって方多いかと思うんですが、そういった方にもね、こういった ND フィルターをね、そのまま使うことができます。で、もちろんね、ケースとか、ね、カバーもね、つけることができますが、かなりねこれつけてしまうと、これわかります、本体めちゃくちゃでかくなりますし、あとね、一番こう個人的にこう使い勝手悪くなったかなって思ったのが、この液晶画面が半分以上見えなくなるんで、自撮りの際に非常にねこれやりづらくなりますね。うん、まあ自撮りをやらない方でしたら大してこれも影響ないと思うんですけども、まあ結構ね自撮りを対応する方でしたら、この ND フィルターはね、どうなんだろうかなって、ね、その使い勝手としては、ちょっと難しいかなと思います。まあそれでもやっぱりね、ピーカンデリの日とかであれば、これつけてね、ある程度光ね、制御して、こうパカパカしないようなね、ちょっとこう、映像的な、映像っていうかなんですかね、映画的な映像とかもね、これで撮ることも、できそうです。はい。さあ、ここからはですね、このスモールリグの、ケースですね、こちらを使ってちょっと困ったことをね、お話しします。で、これ今ね、ご覧になってるの分かると思うんですが、これ、ジンバル乗せてますね。ジンバルはね、いつもうちのチャンネルで使ってる G6 MAX なんですが、はい、ご覧のようにバランスを取ることが全くできません。で、仮にね、この状態でも起動しなくもないんですが、はい、起動するとですね、こちら。チルトの軸が完全に干渉してしまって、まあ、正常にね、扱うことができないんですよね。で、多分この状態ではね、バランス、まあ、一応ね、ロールとかね、チルト、じゃなくて、用とかは取れてるんですが、他がちょっとできないんでね、モーターとかに負荷かかってしまいます。で、この、じゃあ、スモールリーグのこのケースを入れた状態でジンバルに乗せたい場合、どうするかと言いますと、はい、なんとですね、こちらね、オズモアクションにのケースについていた、このね、GoPro 用のこのマウンターをね、外してしまって、この、ケースのね、この裏のネジですが、こちらにこの、
ジンバルの、ね、クイックリリース、プレートを直付けしてしまうという方法がなど一番、ね、安定して動きました。なのでせっかく、ね、こう利点であるこの GoPro 用 の、まあ、アダプターを全部取っ払ってしまうというので、もしジンバルに乗せる場合でしたら少しこう、ね、一工夫というんですかね、いろいろ考えなければ、ね、なりません。でじゃあ、ね、実際こう本体この付属のケース、じゃあこれならどうなるのかというと、はい、ということでね、本体付属の、このケースに入れてみましたが、こんな感じでね、全く問題なくね、干渉することなく運用することが、できます。なのでね、ジンバルに乗せるっていう条件であれば、この G6 Max に乗せるっていう条件であれば、この本体付属のケースの方が使い勝手がいいんですよね。このスモールリングの、ケースで使う場合は、ジンバルに乗せるたびにこのGoPro 用のね、このアダプターを付け外ししなければなりませんし、まあね、普通にアクションカムとかの他の、付属品っていうんですかね、オプションパーツ使うときはこれをいちいち付けなきゃならないし、ジンバルに乗せるときはこれを六角で外してからマウントしなきゃならないしっていう、もしジンバルに乗せないっていう条件でしたら、このスモールリーグのケース大変ね使いやすいんですが、ことジンバルに乗せたりですとか、あとオズモじゃなかった、アクションカム用のねこの付属品とかを使いたいっていう場合でしたら、ちょっとね考えなければならないです。はい、本当ねここだけのねなんとかなればね、もうすごくね完璧なオズモアクション用のねこのケースだったんですが、まあちょっと自分のね使い方としてはあれかな、使いづらいケースかなっていうふうに感じました。さあということでね、今回はこのオズモアクション用のねこのスモールリーグのケースを紹介しましたが、どうだったでしょうか。これね自体はねすごく使いやすくていいケースなんですが、ことねこのジンバルに乗せるっていう、こう特殊な条件、これを一つ加えると、このね本体付属のね、このアクションカム用の、このマウンターとかをねこう いちいち外さなきゃならないというのが、まあ、少し使いづらいかなっていうふうにね僕は、感じました。あとねちょこっとこのケースのこの開け閉めもね、この付属の六角を使わないとやりづらいっていうのも、どうなのかなっていうふうに、ね、思うところはあるんですが、まあそれ以外でしたね。はい、ジンバルに乗せないとか、あとはこのね、付属のね、このアダプターとかはね、付け外ししないっていう条件であれば、もう横のね、サイドドアとかにもアクセスできますし、バッテリーもね、脱着できるので、これ人によってはね、これ全然、使い勝手のいいケースだと思うんで、ぜひ皆さんもね、このオズモアクションで、こうなんかいいケースないかなってね、思っていましたら、ぜひね、参考にしていただけるとね、嬉しいです。もちろんね、この ND フィルターとかもね、使えますから、まあ、がっちりこう、撮影にこだわりたいっていう方はね、ぜひ一つ検討してみてください。ここまで見ていただきありがとうございました。この動画がね、皆様も何かの参考になれれば幸いです。で、今後もですね、このオズモアクション用のね、周辺機器ですとかね、オズモポケットやカメラ関係、どんどん紹介していきますので、チャンネル登録してくれると嬉しいです。では、次回の動画でお会いしましょう。さよなら。